You more out fever.
さて、今僕が着ているのは当店特製のヨットパーカー。欲しい人は従業員に言ってね。全く関係ないけど、今日は純平が誕生日。みんなでハッピーバースデーよろしく。さあ、うちは12時過ぎてもやっちゃうよ。はい、続いて流れてきたのが僕マイケル石橋がお気に入りのちょっと懐かしいナンバー。もうみんなにはおなじみの曲、嵐のマッチマンでビルボード23週連続の1位を飾ったボディーベスクサンシャインバンドの一つ前の作品。ここに来ていきなり火がついてヒットチャート急上昇中。この分でいくと嵐のマッチマンと一緒に2曲ともトップ入りしちゃうかもよ。何はともあれ踊ってちょうだい。炎のエスカルゴ、現在はもちろんセニョリータエスカルゴ。よろしく。死んだのさ、お日様仰いで。
武蔵は死んだのさ、夢を見ながら死んだのさ、遠い昔の恋の夢、一人ぼっちで死んだのさ。確かに武蔵は死んだのさ、やがて日は落ち夕暮れに真っ赤な夕日が燃えていた。
晴れ渡る空、雲一つないのに、この僕だけに熱い雨が降る。いけない、いけない、真昼の夢、あなた抱きしめ砂を噛む。乗り越えて「あなたの瞳に悲しみを秘めている」「どこにいるのか打ち明ける人は」「いけそう、いけそう、今夜こそは」「せめて背中を指先よ」心が欲しいから渦巻く流れ謎めいている美しすぎる涙を涙を流し罪滅ぼしをしてほしい。ただ楽しそうな愛の戯れに心が少し揺れるだけ飛び交う心はあなたの愛も忘れて踊るだけいつか冷めてたのあなたも私もそうよ振り向いてなんて言わないわこんな子そうあなたらしくもないわさよなら平気だわ涙なんて流したりしないから女はいつも明日という日がある
私
衝撃的なお前との出会い、ガランドゥガランドゥひとよ限りの恋でもいいさ、ガランドゥガランドゥ。男を誘ってはくるりと背を向ける、そんな仕草に憎いほど燃える、ガランドゥガランドゥ。みんなが俺に言うぜ、あいつには近づくな。それが大事だよ。
お嫁、お嫁さんだ。
欲しくて